マリサマリサ、どうしたどうした。私、マリサにいい問題を持ってきたの。これは答えられないと思うわ。ほう、面白いじゃないか。いいだろう、受けて立つ。ドン。この国旗の国名をそれぞれ答えなさい。ああ、左がドイツ帝国で右がオートボルタだな。ええ、舐めてもらっては困るぜ。むう。この問題がわかってしまうとは、恐ろしい。じゃあ逆に霊夢に質問だ。オートボルタってどんな国か？オートボルタ。わからないわ。問題出すのに、オートボルタが何か知らなかったか。オートボルタは現在のブルキナファソだぜ。ブルキナファソ何それ？ブルキナファソも知らなかったか。ブルキナファソは西アフリカに位置する国だ。じゃあせっかくだし今回はブルキナファソについて解説していこう。お願いします。普段このチャンネルでは地理や歴史のことを解説しているから、興味のある方はチャンネル登録していってね。こんなこと解説してほしいとかあったらコメントで教えてね。サブチャンネルでやってほしいことも教えてね。ブルキナファソは西アフリカに位置する共和制国家で、マリ、ニジェール、ベナン、トーゴ、ガーナ、コートジボワールと国境を接する内陸国だ。面積は約27万平方キロメートル、人口は約2090万人、公用語はフランス語、首都で最大の都市はワガドゥグーだぜ。ワガドゥグー。すごい言いにくいし覚えにくそうね。でもアフリカの地名って発音が特徴的で個人的には好きよ。ほーん。首都であるワガドゥグーは国土のほぼど真ん中に位置しており、人口も160万人超えとまさに国の中心と言える都市だ。ワガドゥグーは産業の面では食品加工と繊維工業が主だぜ。なるほどね、ブルキナファソ全体では何の産業が主要なの？農業や工業とかだな。農業はその中でも乾燥農業というものが行われている。乾燥農業っていうのは人工的に水を供給せず、雨だけで水分を供給する農業のことだ。輸出品は綿花やゴマなんかが多いといったところだな。その土地に合った農業の仕方があるっぽいわね。工業の方はどういう感じ？工業の面では金が重要な輸出品になっている。ブルキナファソ経済を支える重要な産物なんだ。昔から今まで採掘が続いているな。ただ児童労働が問題視されているぜ。児童労働か。子供には学校に行って遊んでってしてほしいけど、家計を支えるためとか、どうしてもやらなきゃいけない場合とかもあると思うし、難しい問題よね。うん。ユニセフなどの活動で減ってはいるものの、例には至らないっていうのが現状だ。問題解決に向かっていってほしいな。そうね。ではブルキナファソの地理について見ていこう。ブルキナファソは国土が全体的に低い標高であるところが特徴だ。一番標高が高いところでも749メートルだぜ。確かにそれは低いわね。同国には3つのボルタ川が流れている。黒ボルタ川、赤ボルタ川、白ボルタ川だな。ちなみにこのボルタ川が以前の国名オートボルタの由来でもあるんだぜ。豆知識ね。3つのボルタ川はブルキナファソから最終的にどこに流れていくの？南に位置するガーナを通って、3つのボルタ川が合流し、ギニア湾に流れ着く。ふむふむ。関係ないけど、ブルキナファソの南西に前解説したコートジボワールが位置しているわね。おお、よくわかったな。さすがに先週の知識はまだあるわよ。それはよかった。話をブルキナファソに戻すぜ。ブルキナファソは北部に行くほど降水量が低くなる。北部は砂漠化が進んでいるサヘル地域だな。中部は草原が広がるステップ気候。南部はサバンナが広がるサバナ気候だぜ。暑いの？最高気温は40度を超えることもあるぜ。年平均気温も20度を超え、暑いな。アフリカ、って感じね。ではここからは歴史について解説していこう。11世紀、モシ人がモシ小王国を建国する。この国は19世紀まで存続することになるぜ。19世紀、欧州列強がアフリカ分割を行うようになると、1896年にワガドゥグーがフランスの勢力下に入るんだ。1898年にはブルキナファソ全体がフランスの勢力下に入る。1904年にフランス領西アフリカの一部となるんだ。ブルキナファソはフランスの植民地になったのね。第一次世界大戦、第二次世界大戦と経過していき、戦後の1958年にフランスの自治共和国になる。そして1960年にオートボルタ共和国として独立を果たすぜ。1960年ってことは、今から60年前か。独立後は平和だったのかしら？いや、そうもいかなかった。1966年、クーデターで初代大統領が失脚する。その後ラミザナという人物が大統領を務めるんだが、彼も1980年にクーデターで失脚するんだ。次に大統領になったゼルボは1982年にクーデターで失脚、ウエドラオゴが新大統領に就任するも1983年にクーデターで失脚、サンカラが大統領に就任するぜ。ちょっと待って、クーデター多すぎでしょ。理解が追いつかないわよ。そんなに興奮しないでください。
5代目大統領となった3からは社会主義路線を進めるぜ。3からは識字率を高めようとしたり、女性の地位を高めようとしたり、福祉の向上を図ったりしたんだ。お、いい感じじゃない。外交の面では社会主義国との関係を強めていったぜ。1984年には国名をブルキナファソに変更する。これら一連の流れのことを3から大統領の名前から取って3から革命と呼ばれているんだ。今から40年くらい前にブルキナファソで3から革命が起こったってわけね。だが、そんな3からの時代にも終わりが訪れる。1987年、側近のブレイズ・コンパオレがクーデターを起こすぜ。3からは暗殺されてしまう。うわぁ、どうしてクーデターを起こしたの？クーデターを起こした理由は、3からが独裁的であり社会主義路線を進めすぎたからということだ。ブレイズ・コンパオレはその状態に歯止めをかけたかったんだろう。なるほどね。コンパオレは6代目大統領になり、1987年から2014年まで27年間大統領を務めることになる。長いこと大統領を務めるのね。コンパオレは1994年、中華民国と国交を結び、中華人民共和国と国交を断絶した。これについては世界中から注目されたぜ。コンパオレは選挙で当選を続けていたが、2014年に起こった反政府運動で大統領を辞任、国外に亡命するに至るぜ。まあ国内は安定してはいなさそうだわ。コンパオレ政権が倒れると暫定政権が立てられたんだが、それでも安定はしなかった。2015年にコンパオレ元大統領とつながりのある人々がクーデターを宣言、それを受け周辺国はこれを非難する。アフリカ連合はブルキナファソの加盟国資格を停止し、クーデター参加者の渡航禁止と資産凍結を全加盟国に呼びかけたぜ。なんとか話し合いは行われクーデターは停止し、暫定政府が復活、後に大統領選挙が行われロックマルク・クリスチャン・カボレが大統領に就任する。今度こそ安定するのかしら？そうもいかないな。2015年頃から隣国マリのイスラム過激派がブルキナファソ国内に侵入して問題が起こっていた。訓練と装備が不足気味であったブルキナファソ国軍は劣勢であり、イスラム過激派の対策が甘いといった理由で軍は政府に不満を持つんだぜ。国内のクーデターだけでなくて隣国との関係も危うかったんだ。嫌な予感がするわね。そしてついに2022年1月、装備の拡充を求めて反乱が起こり、反乱軍は首都ワガブグを制圧する。憲法の停止、政府と議会の解散、権力の掌握を宣言したぜ。めっちゃ最近じゃない。そんなことが起こっていたなんて知らなかったわ。アフリカ連合と西アフリカ諸国経済共同体はブルキナファソの加盟資格を停止する。反乱軍は憲法を再開して、ポール・アンリ・サンダーをダミバを暫定大統領にするんだ。そんな感じで現在に至るぜ。なるほどね。まさかの展開だったわ。世界では今こんなことが起こっているってことを頭の隅に置いておこうと思う。ブルキナファソに安定の日々が訪れることを願いましょ。また一つ新しい国について知れてよかった。それはよかったぜ。じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。